これでいいかな。よっと。雨っていうか風がすごいです。雨もすごいですよ。雨もそうですね。東京にすごいですね。明日は1便の9時の便で帰って、なんとか那覇15時の便に間に合うんじゃないかな。間に合わないかな。頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっと怖いか。危ないですね。こんな感じかな。結構邪魔だな。カップ麺でございます。そうですね。ラーメン中継。で、この島ですね。喫茶店とか居酒屋が数軒だけあるんですけど、全部今歩いて回ってきたら全部やってませんでした。すべて全滅でした。なので唯一物が買えるところってのは近くの JA のスーパーしかないんで、ジュース的な、これは、ネタドリンク、ちょっと待ってください。フォーカスはどうなってる。フォートフォーカスだな。よし、ですね、まずメインはこれ、沖縄そばです。こちらの名物ですよね、沖縄そば。この名物をまず押さえて、年末大掃除、外から見て明かりがついててやってそうな店に入ろうとしたら大掃除中なんですよって言われた。あと、これネタドリンクです。飲む玄米、どんな味がするかは想像もできません。ネタっぽいなと思ってただ買ってきただけです。でこのなんか粘りわかるかな。粘りドロッとしております。かなりドロッとしております。飲む玄米で、しかも紅芋。じゃあまずは、そうだ、あとカップ麺だけだと健康に悪い感じがするので、これで健康成分を補おうと思って、130円ぐらいのお惣菜シリーズ、さっきのレンジでチンしてきました。飲むヨーグルトよりもドロドロ。そうですね、多分そうだと思います。カップラーメンだってこれしかなかったから、弁当も売ってないんですよ。弁当もなければ、おにぎりもなければ、パンもないっていうね。そう、パンもない。ちょっとびっくりしました。ちょっとこれはね、どうしようかなと思って、まあやむにやまれずっていうところでしたね。やっぱお坊さん、お湯入れた手からすでに10分近く経過しておりますよ。10分。どんどん増えますね。仕方ない。本当に乾物しかないんですよ。乾物と缶詰ぐらいしか。よし。で、あとは、これを。で、今これ民宿の食堂を使って勝手にやってます。民宿のおかみさんたちはみんな今どっか行ってて、子供さんがなんかパソコン使ってたんだけど、気を使って今からなんか厨房の方にパソコン持って行って、で我々が今占拠しています。あれももうん？金、大丈夫です、あります。今たんまりあります。あれ？あ、大丈夫。年越しそば、そうですね、年越しそば相当でもいいかな。うん、なんで結婚なの。暴風。夜何度も目が覚めました、うるさくて。おお、なかなか。はい、じゃあこれ出して、このゴミこっち入れますか。明日はもちろん晴れますよ。何言ってんすか。明日晴れてくれないと困りますよね。そうですね。ちょっと大きいですけど、ゴミ箱として。さて、ほら、なんかすごく家庭料理っぽくなったじゃん。うわ、危ない。PC にもかかるとこだった。うん。
台風本当にすごい音でしたよ、うん、台風が来てるんじゃないかっていうぐらい、ね、あのホラフキーさんのロードバイクがあのコテージの、屋根のある日差しの下に立てかけてたのがなぜか違う面の方に転がってたんですよ。朝見たら私のやつはクロスバイクはまだ元の位置にあったのに、あれですか、あの庭あたりまで吹っ飛んでたんですか。いや、あの一応建物の近くには転がってました。なるほど、うん、じゃあいただきます。あ、いただいてます。いただきます。まあ、まあ、ほんとすごい風でしたよ。どこの台風だよって思いました、うん、てか普通に台風ぐらいの風だったと思いますね、うん、いただきます。うん、お、柔らかい、かなり柔らかい。でもまだまだ大丈夫。まああの負け惜しみわけじゃないですけど、そういうね、はい、フェリー欠航っていうネタに巡り合えたっていうところはそうってことっていう点ではね、島に本当に足止めになったの初めてですよ。伸びた面って何？あ、伸びた面か。うん、カップはですね、うん、あっさり味かな。あの脂こそは全然ないんですよ。沖縄の麺の、あの沖縄そばのスープっていうのは全部ね、ない。そうそう、本当はどこ行くはずだったの。本当は本部半島っていう、まあ、あの沖縄本島に戻って、その後のことはあんまりよく考えてなかった。雨だったら名護に戻ってまたダラダラしてようかなと思ってたぐらいです。那須神城に行きたいとか言ってませんでしたっけ。うん、行ったかったんですけど、うん、どうかな、雨の中行ったかどうか怪しい。うん、なんか店内の食堂みたいだ。惣菜、あ、惣菜はですね、今日本当に戻れないです。あ、自転車で中身作っておきましょう、うん、明日は実家に帰れそうなの。ニンニク明日実家に微妙、食堂でカップ麺だ。後で計算しないといけない。絶対に無駄しスキューバしましょう、うん、スキューバですか。うーん、やってんのかな。他の旅行者と出会ってないの、うん、他の旅行者か。自転車旅行の人とは昨日会いましたよ。10分ぐらい話したかな。5分か10分ぐらい。うん、教習より間、そう、こう、あの本当に船以外の手段がないんで、飛行機っていう手段もないんですよこっちは、うん、それニンニクなの。飛行機についてはですね、ラーメンにそのおかずは合わないだろう。ラーメンに何言ってんすか、これしかないですよ。予定するの、うん、ここはあの飛行機に関してはあの誘致しようとしてるみたいですね、相当昔から。その旅行者は脱出済み。その旅行者はあのこっちに渡ってきてないです。その人は確か小売島もあるって言ってた、あの昨日は。剥がれとるで、剥がれとる、ちょっと読みづらいですね。都道府県はあるんですか。都道府県、自転車で走ったことないのは今のところ長崎県ですね。青森はこの間もう制覇したから。なんとロマンでしょう。なんとロマンと、どういう意味だろう。長崎は坂が多いからな。長崎そういうイメージがあって行ったことないんですよね、自転車では。うん、さっきの張り紙、うん、ロマンの絵が読めなかったっす。長崎は死んでも行かないロボさん。あれは飛行機が飛んでくるだと思いますよ。夢とロマンを満席にじゃないの、違うかな。ああ、 夢とロマンですよね、パンですけど。一緒に食事してる仲良しはどなたですか。九州制覇してないとか。うん、となってなって食事してるホラフキさんです。夢でしたか。うん、夢とロマンを満席に飛行機が飛んでくる伊平屋空港、特に五七五とか何もなさそうな感じの、まあ、こだわることはない、うん、まあ坂は山の中じゃなくて街中の坂はあんま好きじゃないな。うん、あ、仕事はちょっと人には言えないんで勘弁してください。うん、ここ本島じゃないです。あ、今ここ出してないんだっけ。一泊をいくらくらいのところですか。沖縄そばうまいです。
ここ一泊は多分一泊二食5000円前後。スナイプゴルゴですか。ゴルゴ昨日読んでます。あ、今朝読んでましたね。あまりにも暇だったんで置いてあったやつを。今ここ出てると思いますけど、あのすごいとこにいますよ現在地は。じゃあちょっと、あ、いらっしゃいます。遊ぶところ、あのまず食べるところがない。遊ぶとかそういうレベルじゃない。あの衣食住足りてから初めて遊ぶんであって。元気そうですか。移動しないなら酒盛りしましょう。午後本当にそうなりそうですけどね。うん、昔は一発5万円よく利用していました、うん、今は雨降ってます。一発5万円、なんかあのなんだっけ、沖縄の方でそういう桜玉吉漫画ネタでそういうのあったな。こんにちは、本場のラーメン。ラーメンじゃなくて、うん、じゃあいただきます。やることないと思う。酒飲むしかないよね、うん、わら。飲み物かと思った。宿は食事付きの宿でよかったですね、少なくとも。まあ今ちょっとあれですけど、今日の晩と明日の朝に関しては。初見、レストランないのか。日清、沖縄そばでしょ。新年はどこで過ごす予定ですか。誰じゃなかった。芋が混じった冷たいくず湯みたいな感じ。えらいドロッとしてますね。チャリでは今日走ってないです。どれどれ、雨風ひどくて。40代の貴重な飲食人。あれ、もうご飯終わった。なんか笑ってますね。ごまだれ飲んでるんですか。いい、くず湯。おかみ友人かきました。ロボさん、実家に帰る飛行機は大丈夫ですか。すごいなこれ。そんなすごいですか。そこまで。あ、まあほら人によってね。うん、あ、そこまでかな。まあまあ普通にくず湯と思って飲めば。うん、今日ちょっとあのさっき外で歩いてて風がかなり強かったんで、うん、イケメン来たこれ、うん、まずい、もういっぱい。苦味とか全然なくて普通に美味しいですけどね。味は焼酎で割る。うん、とりあえず腹的にはこれで十分だな。うん、焼酎は青森がまだあるんですよね。あ、ありましたね、そういえば。オラッキーさんが青森を背負ってる写真見ました。わら、いや、を背負ってる、あ、昨日のやつか。黄色系、あ、なんだろうな。腹持ち悪そうだけどね。腹持ち、まあ、お菓子も買ってきたんで。ちなみにこの後ですね、19時過ぎるとここの JA がもう年内の営業終了してしまって、多分食料買う手段がほぼなくなります、この辺りでは。この辺りとかこの島では。そしたら本当に孤立しますね、僕ら。うん、本当にサバイバル。ことごとく店も開いてないんですよ。今日の食事欲しいくつ、これですか。うん、3つぐらいいいですか。3つぐらいで5つ中はい、ダメ。そう、明日も運休だったら本当に積みますね。うん、コンビニないの、島はけ君、密漁してしのぐしかない。2000年問題を思い出しましたね。密漁捕まりますね。ああ、2000年問題、2000年問題でみんなが徹夜した時のことかな。でもよりまあそれぞれの単体美味しいですよ。組み合わせとしてどうかっていうのは別として。うん、なるほど。あれならそんな滑走路いらないから。ワイザとなれば豚がいるところも分かってるし。うん、豚がいるところ、そうや、そうや、そうですね。あの豚可愛かったな。うん、イカだ。スワンボート、スワンボート。そもそもですね、あの昨日あのフェリー欠航の可能性調べようと思って、あのブログで伊平屋島検索したら、なんとかあの海荒れてるけども一便だけは動いたっていうブログがあって、で乗客ほとんど全員が酔ったそうです。船酔いしたそうです。1時間以上かかるんですけどね。だから私船そんな強くないから、仮に出たとしてもどうしようかなと思ってたんで、その時にちょっと安心しましたね。で、食物調達、まあ19時前に必要なものを買っときます。うん、豚切れ好き、
あの臭くないよ本当だよとかいう CM が昔から気になってる。餅から餅、餅だけにか気をつけてね、向かい酒あしますよね、酔った状態で酒飲んだりしたら。いやどうなんですかね、ここでもないんですかね。明日も運ぶぞ、うん、明日も来たから船で、うん、明日も波、うん、いやもう風がこんなになければいいんですけどね。うん、ロボちゃん、うん、島に帰ってくる人も足止めなのかな。あ、そうらしいですね。なんかツイッターで検索したら逆に島に帰ってくる人が船乗れなくて足止め食らってるってなんかあったらしいですね。そうそう、あの、うん、イヘアで検索したら、ツイッター検索したらフェリーが止まって島に戻れねえっていう人が2人いました。野宿でも気温、まあ野宿だったら大丈夫ですね、十分。今日はですね、意外と外肌寒いんですけど、それでも野宿するには楽勝です。逆にちょうどいいぐらい。さすがローバさん、うん、気温より天候、そうですね、あのテント張ったら多分飛ばされると思うんですよね。この一周35キロぐらいでしたかね。うん、そうでしたね。サブいます。あの、ここですね、フェリーターミナルでポスター見たんですけど、ハブタクシーっていうのがあって、ようこそハブがいる島へって書いてあるんですよ。隣の伊是名島の、あの、ようこそハブのいない島へっていうのを逆手に取ってますね、あのタクシー会社。途中、あの、今日歩き回った中で、本当にハブタクシーっていました。営業してなくて、あの、駐車場止まってたけど。これからの予定、午後、まったりするっていう表現かな。空には何があったのか。レンジで温めたお惣菜。本土より与論島の方が多分そうですね。え、本当に？いや、本当にそうかもしれない。考えたくないね。一回から来る。いや、それはそれで面白いと思いますよ。大人の修学旅行、うん、この島人何人いるの？外はどしゃ降り？ごちそうさま。ん？外今風があるだけですね。今雨は降ってないです。今日帰る予定じゃなくてよかったね。今日帰り、そうです。本当にそうです。渡せ船1人2000円で渡りましたね、昨日は。伊是名島から伊部屋。今日青くない。これはまた全くですよ。今の段階で結構面白いですよ。食事終わったら夕食まで押し入れに。そうですね。てか昼寝すると思います、まず間違いなく、うん、テレビ見ながら。私独身、うん、それはあんまり言ってないですね、独身だけど。気をつけるの、ハブ。さらにヤモリがいました、昨日の夜、コインランドリーに。那覇に戻れないの？ロボさん、いつまで休み？大丈夫ですか？ちょっと、ゲップ的なものが。いつまで休み？3日まで休みで、4日から会社出ます。で、無理に出たら沈む。それ以前に酔うのが怖いの、私は。1時間以上。酔った状態で揺さぶられ続ける。G は見てないですね。独身罰なし、罰。罰1、罰2とかいう。その、X って書くの、X って。久米島には、あ、今回久米島諦めたんですよ。うん。4日も雪、まあそうなんですけどね。でも27日から2日前倒して休んでるんで。海荒れてて帰れないの？うん。うん、うん。海荒れてて帰れないんです。明日は那覇観光してる時間なさそうなんですよ。もう移動だけでギリギリって感じです。こっち9時にフェリーが出て、10時過ぎに向こうの運転口のとこに着くんですけど、そっからのバスも何もないんで、名護まで、名護まで多分走った方が早いです。そうですよね。で、名護から高速バス乗って、2時間近くかかったかな、確か。あ、そのくらいかかりましたね、確か。1時間45分。で、飛行機乗る手前とか考えると、こっち9時出るって意外とやばいかもしれない。
で、飛行機はないんですよ。飛行機誘致してるんですけどね。自転車で飛行機乗り遅れたらどうするかな。でも多分ですね、あの正月以降だったら、あの福岡に移動する飛行機は10枚出ると思うんで、うん、曇り行き大変な気温差になるな。うん、あ、飛行機は15時台です。15時何分だったかな。飛行機意外と時間かかりますからね。うん、そう、出会いが、うん、一日日程伸ばす、あの帰れなかったらどうしようもないんで、そうなりますけどね。まあね、飛行機取っちゃってますからね。で、何でしたっけって、厄年、多分そうだったと思います。これが厄か。このぐらいの役だったら全然大したことないな。まあそうですね、逆に楽しんでるぐらいだから。明日大晦日ですね。うん、もうここで年越し。そう、大晦日。明日が、何この放送、うまいですね。中にたくさん入ってるかと思ったら、何この放送、許されん。カップ麺、わらわら、何ってんだ、何これ。あ、桜井作ってない。行きましょうか。あ、いや、うわ、ポケットの中でハサミ出たままでずっと。はい。あ。お。あ、乾燥？サバイバー。サバイバーじゃなくてサバイバーだと。うまいな。もうそれ生き残る。サイバーサイクリストからサバイバーサイクリストね。結構なんか油油してるなこれ。うん、湿ってて気持ち悪いよって。へぇー、え、何この湿ってるの。うん、っていう今コメントは ありましたね。ん、お湯入れるとマッシュポテト、え、本当に。いやいや、全然全然、僕なんか沖縄初上陸でしたね。この土産品茶が、はい、 GPS 位置おかしくなってますか。うん、ジャスミン茶中国製。どこ出身？修羅の国。うん、ある意味。ああ、来たいですね。それもちろん。うん、でも今回回ったのはかなり極端なところだと思います。まあ、確かにそうですね。沖縄の中でも、うん、あの。メジャーなところすっ飛ばしていきなりマニアックなところに来たって感じですかね。那覇観光ゼロですからね。うん、そもそも那覇の街に出てない今回。空港で飛行機降りていきなり高速バス乗って那覇まで来ちゃいましたからね。うん、うまポテトですね。なんか相当油が入ってる感じですねこれ、うん、でもカロリー的にはですね、確か見てたんですね。ん？1カップ311キロカロリー。ん？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  画角がよくわからない。こういう感じでいいのかな。うまポテト、那覇、那覇を襲うっていうのはなんだっけ、あのアメリカ、あの、米兵の話でしたっけ？ニュース出てましたね。伊是名島の民宿 の、 あのでっかい、あのテレビで見ましたよ、ちょっとテレビで。うん、おばあと一緒に。来年の12月に、年末旅行毎年沖縄にしようかなってぐらい今回楽です。暖かくて。で、交通費。交通費なんだ。ん？ハート型の島、あ、どっかあるんでしたっけ。うん、ほんとこっち来てからあの寒さのこと気にしなくていいから楽で楽で、うん、雨が降ったって気温は大丈夫ですからね。うん、竹豊、竹豊か、竹豊かですね。竹豊、そんなに逃げるかな。あ、通訳ないです、通訳だけ。この後部屋に戻ってまたダラダラします。この後もう行くとこあんまないですからね。うん、
オナトリアも暖かいですよ、うん、冬に北海道はダメだよね。冬に北海道は、あ、でもわざわざ宗谷岬に集まる自転車乗りもいますからね、年越しで、マイナス何十度だよ。旭川、ね、なんかすごかったらしいですね。マイナス30度でしたっけ。北朝鮮からミサイル来たら行ってね。ミサイル。苦しむ、全くそうだと思う。いや、福岡に移動しただけで随分違うはずですね。うん、ちょっと、それで気温差でやらないように気をつけないといけないですね。うん、風邪ひく可能性が高い。冷凍倉庫だな。めっちゃ顔面が痛かったよ。ああ、そうなんだ。やっぱりそうなんだ。でしょうね。あ、そういえばツイッターであのコミケの行列の絵があの画像を見ましたけど、みんなすっごい重装備で並んでましたね。あ、そうなんだ。体幹装備で。うん、そうそう。南極にも行けそうな感じで。うん、それぐらい寒いんですよね、きっと。自転車乗りとフェラーリ乗り、どっちがかっこいいですか。かっこよさのベクトルが違うな、うん、っていう風に言うと、あの、なんでも言い訳できますね。ベクトル、ベクトル。ちょっとコメントが。そこに住むには良さそう。うん、いろいろ不便ではありますよね、やっぱ。うん、まあ、食べ物は特に困らないけど。うん、何を、住むにあたって何を一番にするかって、多分アマゾンとかで、違いによってもね。アマゾンとか使うに、通販使うにしても、その、1日2便の船以外に、あの、入ってくるのがないので、それなりに不便じゃないですかね、そういうところは。うん。ロシア。ロシアにマイナス72度の村。72?72 ってのはどういう世界なんだろう。うん。今年のローユー高かったけど、かなり辛いから気をつけてね。腹に来るんですよね、あれは。確か。冬で、10日。来年は西表石垣。あっちの方高いんですよね、交通費は。あ、そうなんですか、やっぱり。なかなか安く行けない。うん、あ、そういう緑区がノロウイルスの、あ、昨日か。オンさんの動画見てません、すいません。っていうか、あの、わかんないです、それだけじゃ。こんにちは。昔の冷凍庫か。うん。本州済み。いや、帰るんですけどね。うん。でも本当は高い。うん。帰った時にもう周りが全員敵だってことです。ですかね。外。外。脱ぎ役ないです。この役だけで。じゃあ。やっと。よいしょ。今こんな感じ。ちょっと、木が、あの、葉っぱが生えてる木がないから風の強さわかんないですね、これじゃあ。ちなみにすぐ隣がコインランドリー。老人ばっかり。いや、ああ、どうだろう。子供結構見ますけどね。うん。フェリーではないです。洗濯物が見えてましたね。うん、この辺り、あの、石垣が多いんですよ。あの、コンクリベイ、ああ、ピントが、コンクリベイじゃなくて、サンゴのやつだと隙間だらけで、ある程度風通すから、あの、倒れにくいっていうのがあるらしいです。うん。だらだら放送。いや、それはあんまりだな。あんまりそれ見せたいとこではないかな。よっと、まさかの食堂です。雪、あ、福岡。竹、よっと、うん、崖が。よっと。ん、いや、外は出てない。あ、午前中は外歩いてきました。雨装備から、雨装備着込んで出てきましたね。だとしたらって、この島にいる人が見てるのか、まさか。だとしたらすごいな。じゃあ来てください、ぜひ。あ、お疲れ様です。うん、もう一泊決定して、もう連泊頼んでます。まだ終わってないですよ、きっと。まだ、もうまだ、まだ、まだ、悪口言えない。うん。悪口はよ、笑。悪口。これ残り時間ですか？あ、それ間違ってるんですよ。あ、そうなんですか。なるほど。そう、裏表あるから。うん。終わったよ。
るよ。あ、終わりましたか。じゃあロボさんの嫌顔。放送は終わりました。腹黒いんですか。うん、腹黒い。まあ誰しも腹黒い部分ありますよね。最近1分ぐらいあるよ、うん、本当に毎回そうですね。同じくらいの長さのロスタイムあるな。何もすることないの。うん、何もすること、うん、そんな人だったなんかあるかな。